澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、人間科学部行ってみたいと思います。皆さん、人間科学部と言われたらですね、皆さん、内容一致問題が8題ございまして、そして皆さん、この動画の視聴時間、を考えるとですね、皆さん、2題はご紹介できるんじゃないかなというふうに考えております。そして、早稲田大学ですね、の過去問なんですが、他の大学に比べるとですね、ちょっと皆さん文字が小さめでございますので、その点はちょっとご了承いただきたいなという感じがいたします。では、行きましょう。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、まず、設問の指示ですね、を一読して、第一段落を読むと。で、第一段落読み終えた後に選択肢を考えるという手順でいいんですが、現実皆さん、第一段落読んだだけでちょっと答えが出ないので、その後皆さん続けて第二段落ですね、を一読していただいて、そして選択肢ですね、ちょっと皆さんもこのタイミングで考えていただいてよろしいかと思います。お願いします。さあ皆さん、最初読み始めるとですね、First of its kind, tailless comet ですね。まあ、尻尾のないコメット、彗星という話があってですね。で、それを The Manx Comet というふうにしっかり言い換えられております。これが皆さん、設問の指示に対応しそうですね。で、第一段落読み終えて、で、皆さん、第二段落には、The Newly Found Comet ということで、新しくまあ見つけられた彗星の話があって、で、それを一途で受けて、the only object。で、皆さん、ここまで来たら、皆さん、もう答えが出そうですよね。で、皆さん、正解は B のプリスティンということでよろしいかと思います。皆さん、プリスティンの話はですね、こう、先ほどの点々点のところの、その次ですかね。エッセンシャリアプリスティンアステロイドという話がございます。ですから、しっかり書いてるんですね。でもちろん、プリスティンはちょっとさすがに試験中わかんないと思います。まあ、純朴なとかですね、素朴なとか汚れていないという意味なんですが、まあ、その意味はですね、仮にわかんなかったとしても、こうやって辿っていけば答えは見つかるかと思います。で、じゃあ、根拠としては場所はどこですかっていうと、皆さん、この下線部の左側遡っていただきますと、B 動詞ありますよね。is B 動詞の右側が根拠となってますね。情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて2つ目の設問でございます。皆さん、設問の指示をよくご覧になっていただきますと、マンクスコメットという話がございます。ですので、今、第2段落お読みいただいたかと思いますが、ちょっと皆さん、もう一回考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、正解は C ですね。スラングということでございます。皆さん、スラングはですね、ここにしっかり書いているんですね。さすがに、スラングもですね、ちょっと試験中わかんないと思うんですよね。スリングの過去分詞で、吊るすという意味なんですが、仮にそれがわかんなかったとしてもですね、皆さん、B 動詞はずの右側にしっかり根拠があってですね、確定することができるかと思います。ですので、情報構造バッチリです。さあ皆さん、最後の問題でございます。皆さん、ベストタイトルを選べということですが、皆さん、本来タイトルを選ぶ問題というのは、複数の段落を検討する、そして選択肢を選ぶという感じでいくんですけども、皆さん、これ第一段落を読んだ段階で、皆さん、もう一つしか書いていないということはわかりますので、ちょっと皆さん、第一段落と選択肢、照らし合わせて考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、第一段落ですね。この波線引っ張ったところですね。ここを皆さんちょっと熟読していただきますと、選択肢選べるかと思います。
さあ皆さん正解は A ということでよろしいかと思います。皆さんこの波線引っ張ったところですね、見ていただきますと、おーソーラーシステムの秘密ですよね、それを保っているかもしれません、持ってるかもしれませんよということです。でその秘密を持ってる話はこの波線引っ張ったところですかね、もちろんそのソーラーシステムのフォーメーションとエボリューションですねに関するクエスチョン、質問疑問、しかも長いことを抱えていた質問疑問に対して来る手がかりを提供するかもしれませんよということです。ですから手がかりを提供してくれるかもしれないということはその秘密を持ってるかもしれませんよということで、皆さん言い換え可能ということでいいかと思います。で、皆さん場所どうなってますかっていうと、皆さんにやっぱり助動詞の右側ですよね。で、もちろん正解となった選択肢の A も、助動詞メイの右側が確定できる根拠となっているかと思います。さて皆さん、新しい問題でございます。皆さん、設問やはり同じように3問ございましてですね、まず1つ目の問題の設問の指示を一読し、そして皆さん第一段落読んでいただいて、で皆さんこのタイミングでですね、答え出ますので、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。お願いします。さあ皆さん選択肢の A から確認しますね。Miss confirm some mental skills dwindle around age 30ということで、一応このあたりですかね、書いてるっちゃ書いてるんですね。ただ皆さんそれが後ろの方まで読んでみると、but ですよね。対比でございます。ですから皆さん、筆者の主張はこの but の右側からですからね。ですから、ちょっと残念。で選択肢の B、develop mathematical の話はないので、ダメそうですね。そして選択肢の C ですね。learn about the exercise habits of people over 40ということで、皆さん、これもこのあたりに書いてるような感じがいたしますが、でも選択肢の次の一番文頭ですね、 learn 学ぶことがゴールかと言われるとそこまでの記述はなさそうですね。となってくると選択肢の D が正解になる可能性が高いですね。ということで皆さん選択肢 D が正解で良さげかと思います。皆さんちょっと確認いたしますね。Study the relationship between exercise。皆さん運動の話は皆さん先ほどお伝えした筆者の主張にまつわる but を含んでいる文章中にこの辺りですかね。Moderate intense workouts like running or swimming ということでございますので運動の話バッチリ。そして、コグニティブアビリティですね。ちょっと波線振ってみましたが、このコグニティブアビリティの話は、ここですよね。Significantly less cognitive decline ということで、しっかり書かれております。で、場所はじゃあどうなってますかっていうと、皆さんもちろん、この棒線、そして波線は、between という前置詞の右側ですよね。で、本文どうなってますかっていうと、例えばこの棒線部、左側遡っていただきますと、dear ですね。一般動詞の右側。そして、この波線のところも、experienced という一般動詞の右側。確定でよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて2問目でございます。皆さん、説明の指示を読んでいただけますと、moderate to intense workouts という話ですね。これは、この、防災も引っ張ったところにしっかり書かれておりますので、これ皆さん、第一段落をもう一回確認していただきますと、選択肢選べるかと思いますので、このタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解は A、better memories ということでよろしいかと思います。で、皆さん根拠どこですかっていうと、皆さん第一段落の最後の方ですかね。この辺りにしっかり書かれております。で、場所はって言われたら、皆さん左側遡っていただきますと、ハードがありますよね。一般動詞の右側が確定できる根拠となっておりますので、情報構造バッチリです。さあ皆さん最後の問題でございます。皆さん問いの19番ですね。皆さんベストタイトルは何ですかという問題なんですが、第一段落ですね。皆さんもう一回読み返していただいて、もうそれである程度ですね、選択肢結構絞れるんですね。
で、念のため第2段落を一読して確定していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ちょっと今後につながるんじゃないかなということで、ちょっと確認をさせてくださいね。で、皆さん、タイトルを選ぶ問題なんですが、皆さん、タイトルということは、抽象的に一言でまとめてくれるものを選べばいいんですが、逆に言うとですね、具体的な選択肢、これが皆さんタイトルになってこないはずなので、具体的なものを皆さん削るというのも一つの手でございます。じゃあ、具体的ってどういうことですか？というと皆さん分かりやすいのは、こういう数字が入ってる選択肢ですね。皆さん数字が入ってると、具体化の一つのサインでございますので、こういうものがタイトルにはなりにくいかと思いますので、おそらく選択肢の B と C はダメだろうというところで削っていただけるといいかと思います。で、皆さん正解は A でよろしいかと思います。皆さん、エクササイズ、運動の話は、この防線のところ、先ほど確認したところです。そして、スローズ・コグニティブ・ディクラインですが、これですかね。significantly less cognitive decline ですね。それをレスにしてくれるということですから、皆さん、言い換え可能でございます。そしてもちろんタイトルを選ぶ問題でございますので、念のため第2段落も確認すると、Slowly Damage Your Brain ということで、皆さんここに合致しますので、間違いないかと思います。で、場所はどうですかって言われたら、これですね。助動詞クッドの右側が確定できる根拠となっておりますので、情報構造バッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん内容一致問題2題考えていただきましたが、特に最初の方はですね、難単語、登場したかと思います。で、一般的な受験生はちょっとどうしてもそれに左右されてしまうと言いますか、どうしても、ああ、マジですか、みたいな感じになってしまいがちですが、でも皆さん根拠とした場所を皆さんよくご覧になっていただきますとですね、意外とあっさり答えが出るんですね。ですから、我々は常に根拠を考えると、そういうことを皆さん意識して練習していただいている。まあ皆さんそうですね。練習していただいているかと思いますので、それの習慣化がですね、試験当日になったとしても、それに左右されずにですね、平常心で解けるかと思いますので、そのあたり皆さん、なんとかなるかと思う感じがいたします。そして、まあ、そうは言っても、やっぱり難しいですという方も実際いらっしゃるかと思いますが、もちろん人間科学部、アカウントやるかと思います。で、もちろんやっていただいてもいいんですけども、どうしてもその人間科学部だけだとですね、なかなかそれを超えられない、というのはよくある話でございますので、だからこそ皆さん、他の学部ですよね。それにも当たっておくことで、当日は上から見下ろせる。もう本当に試験本番中、こうやって見下ろさないとですね、もうめっちゃ簡単やな、みたいな感じでいかないとですね、なかなか合格はしないかと思いますので、そのためにも他の学部にはやっぱり当たっていただきたいと思いますし、このやだしとスタディでもですね、それは意識しながらですね、やっていきますので、ご期待いただきたいという感じがいたします。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。